本日ご紹介するのは、お年を重ねられてなお本当にお美しい女優の高岡早紀さんです。高岡早紀さんは1972年12月3日生まれの現在50歳、本名は高岡早紀子さんです。所属事務所は葵コーポレーションでしたが、2011年個人事務所エアジンを立ち上げられております。高岡早紀さんは神奈川県藤沢市出身、血液型は A 型。父親は横浜でジャズライブハウスを経営していたものの、高岡早紀さんが幼い頃に他界、兄弟3人、母子家庭で育たれたそうです。ちなみに妹さんはモデルの高岡由美子さんです。幼少期は口数が少なく、自己表現が苦手で基本的にはおとなしい性格だったそうで、お母様の父を失った寂しさを感じさせたくないとの思いから、母子家庭ながら小学生の頃からピアノ、習字、スイミングなどのお稽古ごとに通い、その中でも6歳の頃に始めたクラシックバレエは、言葉での表現が苦手な自分でもバレエなら表現できるとのことで夢中になられたそうです。デビューのきっかけとなったのは、1986年、高岡早紀さん13歳の頃、高岡早紀子名義で雑誌セブンティーンのモデルとして芸能活動を開始されたことに始まります。翌年5月4日、14歳の時、東京厚生年金会館で行われたミスマガジンアイドル夢工場87の最終審査に進出するも落選。同年、バレリーナになるつもりで海外留学の資金集めをどうするか考えていており、靴メーカーマドラス主催の第3回シンデレラコンテストを知った高岡早紀さんは、優勝賞金500万円を目当てに深く考えることなく応募。すると多数の出場者の中、最年少ながら見事に優勝。ここで初めてこのコンテストが CM デビューが前提だったことを知られます。意図せず芸能界デビューされると、トントン拍子に仕事が決まったことにより、当初思っていたバレリーナになる夢は断念。ですが高校3年生になった頃に周りが進学や就職を考える中、高岡早紀さんもこのままでいいのかと迷いが生まれたことが発端となり、当時の事務所を辞め、数ヶ月間ロンドンに留学され、バレエ教室と英会話スクールに通われたという経験をお持ちです。そんな高岡早紀さんの3サイズはというと、公式ではないですが、バスト87センチ、ウエスト60センチ、ヒップ90センチと予想されています。カップサイズは G という情報が多いようです。いやはや、御年50歳とはとても思えませんね。まさに、美熟女。その言葉がここまでしっくりくるのは、高岡早紀さんの右に出る者はいないのではないでしょうか。ここで私もびっくりしたのですが、高岡早紀さんは過去にヘアヌード写真集を発売されています。皆さんご存知でしたか？調べてみますと、あの著名な写真家、篠山紀信さんの撮影による作品です。高岡早紀さん23歳頃にあたる1995年1月発売の 1,2,3、 そして27歳頃にあたる1999年6月発売のアクシデンツシリーズ11、さらに 1,2,3 から時を経て、12年前のモノクローム中心のアナログ写真と、同じ場所で同じく写真家篠山紀信さんの手により撮影された最新のカラーデジタル写真が時を超えて交錯する作品性の高いヌード写真集、高岡早紀写真集タイムディファレンスが2006年10月4日発売されており、35歳になられなお変わらない完璧な肉体美を堪能させてくれる至高の作品となっております。この作品からさらに17年、美熟女となられた高岡早紀さんの次なるヘアヌード写真集発売はあるのでしょうか。50歳の節目ということもあり、何とも期待してしまいます。本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。